今回は下関市に設置している個性豊かな下水道のデザインマンホール蓋を紹介します。日本のマンホール蓋には地域の個性が詰まっているため路上アートと呼ばれていて、国内だけでなく海外からも注目されています。まず最初に下関市に最も多く設置されているフグのデザインマンホール蓋を紹介します。下関市といえばフグと思い浮かべる方も多くいらっしゃいます。下関市の水産物5大ブランドであるフグは、幸福の福とかけてフグと呼びます。下関市ではここにもここにもいろんなところにフグのモニュメントを発見しますね。さらに足元を見れば市内のあちこちに愛らしい服を見つけることができます。このデザインマンホール蓋は服を親しみやすく表現した下関市のシンボルマークに、下関市の市を造形化した波の中から現れる様子をデザインしています。とっても可愛いですね。まだまだ下関市にはデザインマンホール蓋があります。次はクジラのデザインマンホール蓋を紹介します。下関市は近代捕鯨発祥の地であるため、クジラと古くから関わりがあります。捕鯨産業やクジラ文化の振興、下水道事業への関心をより深めてもらうために制作した2種類のクジラのデザインマンホール蓋について紹介します。1種類目は長門市と下関市で共同作成したクジラのシンボルマークのラージ君を囲むように、下関市の観光地である関門橋、赤間神宮、海峡夢タワー、日の山、角島灯台、角島大橋などが描かれたデザインマンホール蓋です。どの方向から見ても楽しむことができます。こちらのデザインマンホール蓋は市内の4カ所に設置しています。2種類目はラージ君が親子で3頭描かれている親子ラージ君のデザインマンホール蓋です。今後マンホール蓋の更新時に随時設置予定です。次に豊田町に設置しているデザインマンホール蓋を紹介します。マンホール蓋にはトヨタボタルと親しまれる小屋川源氏ボタルをデザインしています。豊田町は日本有数のホタルの里として知られています。小屋川では6月にホタルが飛び交うホタル祭りが開催されます。次に豊浦町に設置しているデザインマンホール蓋について2種類紹介します。1つ目は清流をデザインしたマンホール蓋です。川棚温泉に古くから伝わる清流伝説があり、川棚温泉駅から川棚温泉へ続く清流街道に設置しています。2つ目はコスモスをデザインしたマンホール蓋です。豊浦町にはコスモスが咲き誇るリフレッシュパーク豊浦やコスモス街道があり、秋には豊浦コスモス祭りが開催されます。次に豊北町に設置しているデザインマンホール蓋を紹介します。豊北町の町の木である椿、町の花である山桜、町の鳥である目白をデザインしています。最後にポケモンが描かれたマンホール、ポケフタを紹介します。それぞれ下関市の景観や地域の特色を生かした世界に一つだけのオリジナルデザインです。風船ポケモンのハリーセンやアンコウポケモンのチョンチーが描かれたポケフタが海峡館前に設置されています。皇帝ポケモンのエンベルトやタマクジラポケモンのホエルコが描かれたポケフタは姉妹都市広場に設置されています。宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘の地として知られている巌流島にもアーボとドガースのポケフタが設置されています。下関市では福とラージ君の2種類のマンホールカードを指定の配布場所で手渡し配布しています。福のマンホールカードは調布観光会館で、ラージ君のマンホールカードは調布庭園でご希望の方に1人1枚それぞれ配布しています。ぜひ手に取ってみてくださいね。下水道は自然を守り、快適で安全な暮らしを陰で支えています。地中に埋まっているため普段はあまり注目されていません。マンホール蓋を通じて下水道の大切さについて理解と関心を深めるきっかけになっていただければと思います。ぜひいろいろな
デザインマンホール蓋を見つけてみてくださいね。